どうもルイです。今回はですね、筋肉マン極タッグランブやっていきたいと思います。で、今回何をやっていくかというと、ストーリーのね、第3章をやっていこうかなという感じですね。で、編成の方は、現在こんな感じになってますよと。で、チーム戦力の方が5万8000ほどで、素早さの方は1万3000、この感じでやっていこうかなと。さあ行きましょうか。一応ね、ストーリー第3章クリアしていったら、軍団みたいなのが解放されるみたいなんで、ちょっと早くストーリー第3章ねクリアしたいなーっていう感じですね。問題なくクリアできたらいいんですけど、どうでしょうね。3-2で、推薦が、2万8000と戦力、大丈夫でしょう。意外とね、ちょっとびっくりしてるのが、このラーメンマンが意外と強い、意外とって言ったらあれですけど、強いっすよね。ウォースマンと筋肉マンは強いだろうなと思って使ってるんで、あれなんですけど、ラーメンマンそんなに強くないんじゃないかと思って使ってるって言ったら、そんなことないと。ラーメンマンも十分強いという感じで、結構いいスタート切れたかなっていう気がしてますけど、このメンツでどこまでいける？それが気になるところやね。水星戦力が、2万9000やね。少しずつですけど、確実にちょっと相手も強くなってるんで、負けはしないとは思うんですけど、ただそのミッションとかあるんでね、それもクリアしながらって考えると、ちょっとなかなかやられたくないと。なんていうんですかね、このプロレスとして見たらちょっと楽しめる感じはありますよね。筋肉マンのプロレスとして見たら、だんだん、かなりシュールっちゃシュールなんですけど、音声がないんで。そこはもうね、運営次第なんで、そこはもう。このストーリー、ゆっくり読みたい方は、ご自身でね、またゆっくり見てもらったらなという感じで、ちょっとサクッと、一応スキップはしないですけど、サクッといきますと。で、3-5で、水星勢力が、3万という感じです。
か、結構いいダメージ出るな。まあそうは言ってもやね。さあ軍団の解放を目指して、行きましょう。水星戦力3万1000と。先頭を取っている間はまあまあ大丈夫なんじゃないかなと思いながらはやってますが、まあどうなんでしょう。ちょっとねそのストーリーを進めつつ育成もしつつで、まあ、イベントの方も早くちょっと触ってみたいなとは思ってるんですけど、イベントの推進戦力がなんか一番低いのでも7万とかだったような気がするんで、なかなか手が出せんみたいな。結構このスタミナも結構貴重なんで、まあ、一応優先的にはストーリー進めれるところまで進めてみたいな感じでちょっと攻略はしていってますね、自分の方は。が3の8で、水星戦力3万2000と。さあ、試合の始まりです。さあ、勝利への。全体攻撃持ちない。一応ね、まあ、ここではないんですけど、あのイベントの方でザ・忍者とちょっと戦ったんですけど、結構強かったですね。今全体攻撃でちょっと思い出したんですけど、あれはちょっとやばかったな。全体的に7000ぐらいダメージばらまいていたから。まあまあ勝ちましたけど、まあ、なかなかやったね、あれは。3の9ということで、推薦戦力の方が3万3000と。さあ、ボス、電気マン。心に決めた炎が燃える、試合開始です。ちょっと筋肉マンはギャグ要素もちょっと入ってますよと。どんぐらいの割合かはちょっと読み手によるみたいな感じはあります。
ましたベンキマン。本当にね、負ける気がしないですよ。意外とダメージ出るな、6戦とか。ラーメンマン負けたらダメでしょ。まあ、ここはね、怒りの必殺でキャメルクラッチと。完全に合ってますから。はい、クエストの評価もしっかり取っていくと。まあまあ、この第3章はなんか便器なんで結構引っ張るみたいな感じですか。なんか名前が今となっては新鮮ですよ。便器。3の11で、戦力の方が3万4000ですね。試合が始まりました。まあ、でもここまで来てくるとちょっと一試合ちょっと長くなってきましたよね。相手の筋肉マンをどちらも譲らない。サイセスタールの筋肉マンの必殺筋肉ドライバーで決めていくと1万6400と。決着のゴングが鳴り響く。一応この SSR の筋肉マンの方はまあ一突してますよと、まあ、突ってますよという感じで、3の12で、推薦戦力は3万5000と。さあ、ボスっすね、ウルフマン。でもこれまだノーマルなんで、まあ、この辺ではちょっと横切りたくないんですけど、スーパーヒーローと、なんか大ホズマンだ、気合入ってんな。ただ使わせねえよと。まあいい感じでクリアしていってると。さあ3の14で推薦戦力は3万6000と。
ボスウォーズマン来ましたね。心に決めた炎が燃える。試合開始です。自分の推しキャラの方ウォーズマンで、なんで真似すんじゃねえよというところで打ち倒していきましょうか。やっぱ強いな、ウォーズマン。3回攻撃してくんの、ね、2回じゃないんだ。一応出血与えてる感じやね。あ、やばい、金カードあるやん。このターンで決めないと次やばいぞ。あ、決まったね。あぶねえ。一応この戦闘システムがほぼほぼ7つの大罪と一緒なんで、だいたい分かってる感じなんですけど。さあ、3の15で推薦力は3万7000と。さあ次ラーメンマンやね。順番に出てきてるな。マジでバカにならん。緊張感がこちら。なんかやってる感じ、なんかバランスよく育成した方がいいんじゃないかなっていう気がしてますけどね。まあまあ、そのとつっていかないと結局はそのレベルの上限があるんで、まあ行き詰まるんですよ結局は。このプレッシャーを跳ねる。あと余裕が出てきたら、まあガチャでちょっといろんなキャラをね取れたらちょっと楽しくなるかもしれない。やっぱり突っていかないと、まあ、限界はあるよねと。でこういうところなんですよね。こういうところで先行取ってないと相手が先に必殺打たれるんで、これでもう戦況が全然変わってくると。素晴らしい試合でした。ウォーズマンがしっかり決めてくれたと。危なかったねというところですね。3の17、推薦戦力が3万8000と。いきますか。試合が始まりました。結構上がってきたな。やられてるやつ、あんな。クリーマンが出血と。しっかりラーメンマンで決めていく。
僕の服はあんまり良くないですね。試合終了で、アドレナリンが出まくる最高の試合でした。さあ次、3-18で水星戦力が3-19000と、さあウォーツがウォーズマン始まりました。会場の空気もものすごいです。どちらが優位を取るか。で筋肉マンの連続攻撃ね。さあビビンバ、ビビンバ戦えるのかと。勝利への渇望で。さあ筋肉マンの必殺技がどっちに行くかとか。ウォーズマンに来ましたね。17,000と決まったでしょ。あとビビンバだけなんで、まあまあ厳しいよね。では厳しい感じですよね。これだと。まあまあいい感じで、まあ勝てましたね。あとはストーリーを見て、カント第3章カント、装備が解放されて、チャットも解放されて、軍隊が解放されたと。違う違う。一応プレゼントを、しっかりと、まあ、達成してるんでね、受け取れるという感じですね。まあ、ここで軍団が解放されたので、まあ、ちょっと見ていく前に、ウスリンゴで、まあ、ミッションね、受け取っておきましょうか。さあ、軍団作りますか。ルイアットゲームで作っていきましょうか。でまあ誰でも OK ですよと。で活動保身はまあ緩くやっていこうかなという感じでまあ設立していきますと。はい、はい、ということで、まあ誰でもちょっと入れるみたいなんで、よかったらね、入って、もし入られてない方いたら、今なら誰でも入れますよ、という感じで、まあ、本日はこの辺りにしておきましょうか。よかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。